シュルルルルル。言えねえ。大変大変。何どうした？何があった？ハンフリーの兄貴がベッドからいなくなってしまったんや。もしこのまま兄貴が孤児院に戻ってこんかったら、うちはどうしたらええんやろ。なんだどうした？何があった？ハンフリーもいなくなったの？マジかよ。それは一体どういう、お。聞いてくれよ、アイナさん。ハンフリーさんがいなくなったから、孤児院をくまなく探してたんだ。そしたら、見てくれよ、これ。そこに見覚えのない地下への階段が開いてて。もしかしたらハンフリーさんはこの先にいるのか。一体どうして地下なんかに。いや、知らないけど。この子たちこんなとこでねえよ。風邪ひくよ。うわ、なにこれ、怪しすぎやろ。これは一体。これはあれなんかな。普通にハンフリーが悪いやつだったりするの。これどうしたらいいん？あ、違う。これは、何？普通にかいくぐっていける。なるほど。めっちゃこんなとこ絶対通りたくないんやけど。蜘蛛の糸を取るためだけにここを通ってきたんやね。へえ、嫌すぎる。嫌すぎる。主人公頑張るな。ここの上にはさすがに登れんのか。なるほど。お、なんか消え失せた。消え失せた。ベタベタしそう。ね。ね。もういつもね、これ B ダッシュしようとして、跳ねてしまうよね。ぴょーん。間抜けな音が鳴る。今、ここをくぐってきたんか。なんかこういう邪魔くさいものがある場所の方が、正解の道な気がするんよね。やっぱなんか邪魔されてそうやん。ちょっとびっくりしたやん。やめてや。もうやめてや、明治ドラキー。あっせるー。ってことで、ちょっとバシバシとみんなをやっつけてくー。やっつけてくー。レアね、ちょっとシルビアとかも使っていこうかな。イェイ、やっつけた。あ、これもしかしてローも使えたりする？ローは勝手に動くんかな。ちょ、待ってね、仲間で。あ、違う、これ会話か。マルテナ姫は孤児院の近くで消息を絶ったんじゃ。その後に開かれたのがこの場所。偶然にしてはできすぎている。姫がこの場所にいる可能性は高い。さあ、もっと奥まで行ってみようかな。今までこんなんやったことないよね、私。やったことないよね。どうして孤児院の下にこんな洞窟があるのかしら。怪しすぎるわ。何かを隠すにはうってつけじゃない。きっと何かあるに違いないわ。奥に行ってみましょう、アイナ。キリッとした顔いいね。マルティナ様だけじゃなく、ハンフリー様までいなくなるなんて、一体何が起こっているんでしょう。行方不明事件と関係してるなら、一体誰がどんな目的でこんなことをしてるんでしょうか。まあ、ハンフリー悪いやつかと思ったけど、そういうわけではないんか。ここ、すっごくジメジメしてるわね。これじゃあ私の自慢のシルビアンヘアがうねうねしちゃうわ。シルビアンヘア。こんな場所に本当にマルティナちゃんがいるのかしら。早く見つけて、こっから出ましょう。でも、もともと外跳ねしとるヘアやけんね。まさか孤児院の地下にこんな場所があるなんてな。まるで迷路みたいに入り組んでやがれ。こりゃ迷子になったらやばそうだな。マルティナって姉ちゃんがいなかったら、早いとこつらかろうぜ。迷子。私迷子に絶対なるやん、それ。じゃなくって、じゃなくって、作戦か。で、入れ替えやね。オッケーオッケー。これで、じゃあ、ベロニカとシルビアをちょっと入れ替えて、やっていきます。さあ、それじゃあ、この先に進んでいくよー。余分なところまでくぐってくー。待って、こっちにさ、いやー、絶対、めっちゃめちゃやん。あ、何？階段あるよ、階段。ってことは、これは、おおおお、元の場所に戻ってきたー。いやー、いやー、なんてことだ。そうか、なるほどね。ここは上がれないのかって言うと高いところがあそこか。いやー、わざわざ、わざわざ時間をかけて戻ってしまったなー。こっちに向かい寄ってんやっけ、私は。
もしや全く違う場、ういー。あは、そして再び。そして再び、あそこ何回でも出てくるんやね。なるほど。さあさあ、やっつける、やっつける。あっという間やけんね。さあ、そんなやつ、やっつけておしまいよ。はい、やっつけた。やっぱりローは自動的に動き寄るだけみたいやね。これでさっき右側に行って、ダメやったけん。え、どこだ？え、結局これ戻るだけってこと？あ、ってことは、あそこで左側を選べばいいってことかな。私はどこからやってきたのかな？早速迷子になりそうだけど、ここは壁か、ただの。あ、ここをくぐってきたんよね。ここをくぐってきたけん、次はこっちに行けばいいということか。この辺でもメイドラキーが出そうな予感。ん？予感は外れた。こっちは壁やね。よしよし、向かうよ。えい！びっくりする！びっくりする！はしごを無視。これあれやん、ガチャコッコとか出てくる感じやん。ここもしかしてくぐる？あ、くぐれそうな感じがするね、ここ。さあさあ、行くよー。モンスターとか、ムシ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 お、ムシしとったら今度は飛び寄るやつが。あ、なんか宝箱あったもしや、今。ほらほらほら。宝箱ありますよ。モンスターじゃないよね。お、違った。1000ゴールドゲットをやったね。お金は大事よ。ほら、アフラックの CM でも言いよる通り。最近は言ってないな。最近は言ってないな。私結構ちょっとね、私のとこの視聴者さんに対して、ちょっと昔のネタを言うことが多いような気がするんやけど、気にせんといて。あ、気になる人は、ググればいいと思うよ。アフラックの CM、お金は大事。なにどこから、あ、ここもくぐれるのか。え、ここもしかして、ここ、あ、ここから来たんか。あ、もしかして、ここってあれもしかして言いすぎ宝箱があるだけかな、もしや。あ、こっちも行けるんか。こっちまだ行ってない方かな。ん？ん？行ってないね。あ、行ってない行ってない。ほら、通れんかったもん、今。今、蜘蛛の巣回復グラント通れんかったけん、こっちは来てない方向やんね。オッケー、オッケー、行きます。さあ、この奥に本当におるんかな？ハンフリーとか。こっちは何？今のところちょっと腐った死体的なものしか見えないんだけど。的なもん。びっくりした！めっちゃびっくりするやん。やめてくれる？やめてくれる？いや、これ絶対迷子になるパターンやん。待って。私大丈夫？私大丈夫？絶対大丈夫ではないよね。確実に大丈夫ではないよね。ここは一体どこなんだ？とりあえず、あ、なんか落ちとる落ちとる。はい。え、これだけ？いや、違うよ違うよ。何言ってんの？銀の鉱石ゲット。いや、ほら、ほら、突撃されますって、そりゃ。撃っといて逃げようとしたって無理だって、私。へつら。もうシルビアのその炎でさ、蜘蛛の巣、蜘蛛の巣、払い去ってくれればよくない？こんなね、ねっちゃねちゃになりながら通らんくっても。ここはさすがにあれか、結構、体力がある感じですか。体力と防御力と。さあ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 。あそこでボウガンなんて撃っちゃったから。あそこでボウガンなんか撃っちゃったから。何やってんだ、私。辛いわー。おっしゃー、行ったー。トロルをやっつけた。さあ、これで進むよ。進むよはいいんやけど。こっちやったっけ？あっちから来たんよね。で、こっちがまだ来てない方向。お？来てない方向？ここ通ってない？大丈夫？お？
通ってない。通ってない。ここにもなんか部屋ある。なんか私いろんなとこうねうね行きすぎて確実に自分から迷いに行きよるようなもんよね。あそこ上がれそうやな。消えた。消えた。ここ上がれるね。あ、あそこなんか出口かなあれ。だって最初の場所に戻っとったら笑うけど。最初、あ、違う。進める。やったー！勘だけでここまでやってきた私。魔法の聖水4個ゲットー。すごくない？すごくない私。そういう開き方扉。すげえ横向きに開いた。びっくりしたんやけど。お、何おる？ハンフリーおる？あとマルティナ。おー、おるやん。やっぱさらってきたのはお前か。うわ、そこにある、雲の糸で包まれてるのは全部人じゃないの？あ、ほら、仮面ついとるし。アラクラトロ様、新しい獲物を連れてきました。誰、アラクラトロ。うお。どんなモンスター？そうか、蜘蛛の巣やもんね。いやー、キモい。キモい。え、こういう感じの、こういう感じの、なんか敵キャラさ、ドラクエ10の方でも私戦わんかった。シュルルルル。今日の獲物はそやつか。ほほう。これは極上の女同士だな。私、巻き舌ができんけんさ。下手くその感じにしかならんねよね、ああいう部分。そやつのエキスも絞り出してやろう。ハンフリーよ、我に差し出すのだ。は、ここは普通の人間なんかな。お、寝たふり。ふっ、姿現したわね、黒幕。わざと捕まった甲斐があったわ。16年前に、町を襲った魔物の群れは、グレイ軍によって倒されたと聞いていたけれど、生き残りがこんなところにいたなんて。グレイグって誰？うん、姫よ。ご苦労であったな。あ、じゃあ、ローも、もともと、何？知っとったってことかな？ハンフリーよ。すまんが、お主の部屋を調べさせてもらった。決勝戦の直前でお主が飲んでいたもの。あれこそが当主たちから絞り出されたエキスだったのじゃな。うわぁ、気持ち悪い。マジか、そういう感じ。そうか。俺の部屋に侵入したのはあんたらだったのか。シュルルル。その通りだ、人間よ。シュルルルルル。言えねえ。16年前、我は憎きグレイグによって傷を受けた。その傷を癒すためのエキスを集めるために、この男を利用したのだ。強い人間のエキスを飲めば、我が傷は治る。そのエキスを人間が飲めば、無敵の体になれる。その誘いにこの男は乗ったのだ。でも、やっぱり、そうよね。個人を守るためやけん、理由は、まあ、方法はどうであれ、理由は優しい理由ないよね。勝ち進んで金を手に入れるためには、強者のエキスが必要だったんだ。個人を守るためなら何だってするぜ。すまない。この秘密を知られたからには、お前たちを生かしておくわけにはいかん。いいや、生きて帰ります。でも、ハンフリーさんをやっつけるっていうのも、何？やっぱり副作用があるんですか？くそ、こんな時に。どうした、どうした。やれやれ、愚か者め。自分の体のこともわからんとはな。あ、限界を超えた力を使ってしまっとるけんってこと？お主の体はあのエキスのせいで、すでにボロボロじゃ。そうして立っていられるだけでも奇跡と言えよう。え、もしかして死ぬパターン？それはちょっと子供たちにはちょっとかわいそうなんじゃないかな。ふふ。情けないな。これも魔物に力に頼った報いか。おー。あ、これ絶対死ぬパターンや。シルルル。これ以上は使い物にならんか。所詮は軟弱な人間よ。ならばこのアラクラトロ様が、じかじかに貴様らを始末してくれるわ。うわぁ、超カラフルな雲。私はみんなを救出する。ママの方はあなたたちに任せたわ。戦ってくれんのかい。え、ここに吊るされてる人間たちはまだ助けることができるんかな？そういうことなの？いや、ちょっと一瞬戦ってくれてもいいんじゃないかと思うんだけど、どう？どう？その辺ちょっと。まあそりゃ戦いますけども。
もう何、神は自腹か使っとったん。いやー猛毒ー。ちょっと、おじいさんここにおるよ。私たちはって言わんかった？私はやった。おじいさんめっちゃ戦ってくれよるけど。何、ちょっとお姫様、あなたも戦いなさいよ。お姫様とはいえ、武闘家でしょ？武闘家なんでしょ？攻撃力アップありがとう。ジバリカだいぶ効くね。こいつにジバリカだいぶ効くね。いやーせーにゃ。金縛りに当ててまだよかった。味方を攻撃しなくて、ありがとうおじいさん。神の猛毒とか私の猛毒は治らないの？混乱だけ今のは。ありがとうせーにゃ。キアリー、さすが。さすが、使えるんかい。ローンも使えるんかい。とりあえず自分一人やったらありやけ。キャー、今度はシルビアが、今度はシルビアがピンチ。あれ、今なんかさ、攻撃する相手二人おらんかった？ね、なんか二人おったよね。アウクラトロともう一人なんかおった気がするんやけど、誰？誰？ちょ、見して。足とかかな。シルビア？混乱してるけん。攻撃したら元に戻るん、これって。今更ながらちょっと知らんねやけど。今更ながら知らんねやけど、攻撃したら元に戻るってことなのかな。一応、アウトラクロを。アウトラクロ？え？全然違うやん。アウトラじゃないし。アラクラトロをやっつけるけど、なんか混乱してるときのあの表情いいね。なんかすげえ情けない顔してない。ベホエミありがとうおじいさん。ほら二人混乱中の二人。じゃあちょっとシルビアを切り刻んでみようかな。どう？死にかけてる。シルビアが死にかけてる。しかも混乱治ってない。ダメじゃないか。ダメじゃないか。全然治ってないよ。全くもって治ってないよ。ただ単になんか仲間を瀕死状態にしただけなんやけど。いやー誰か、おじいさん、シルビアを回復してあげて。ありがとう。ありがとう。お、やっつけたか。やったね。ナイスー。ナイスー。お、アイナレベル33。イエーイ。イエーイ。さあ、まだ全然ぶら下がっとるよ。助けた？救出した？マルティナさん。これで一件落着だな。どうなったん？どうなったん？お！お！なに？この人たち？え？なに？みんな？みんな捕まっとった？マジか。仕方なかったんだ。俺のような三流投資の稼ぎでは、子供たちを養うことができなかった。ここは孤児院の真下にあたる場所だな。ある日、金が底をつき、頭を悩ませていると、アラクラトロの声が聞こえてきたんだ。力が欲しくないか、欲しかったら我の元に来いと。仮面舞踏会で賞金を稼ぐために、俺は奴の力を借りることにした。いや、力を手に入れることにした。奴の道具になる道を選んだ。ろくでもない契約なの分かっていた。だけど俺の育った場所、孤児院と子供たちを守るためにはこうするしか。まあ心優しいは心優しいね。その決意を真っ当な努力に向けず、魔物の還元に乗ったのはお主の弱さ。しかしまだやり直せるはずじゃ。わしはここの町長につてがあっての、孤児院については悪いようにはせん。なんとか手を打つよう働きかけてやる。おお、ローさん、いい人やん。だから安心して人生をやり直すがよい。でもずっとさ、英雄英雄って言われとってね、こんなんてなんかちょっとあれじゃない？ちょっとなんか降りにくいよね、町。すまない。本当にすまなかった。いえいえ。
私が言うことじゃないかもしれんけど。こうしてグロッタの行方不明事件は解決し、アイナたちは宿屋で一晩を明かした。てれれれれってって。今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。